こんにちは、90年代カルチャー裏原宿ファッション研究家アキラです。今日はですね、90年代カルチャーの研究発表のシリーズ動画、スーパーナチュラルマガジンの第3弾お届けしていきたいと思います。で、僕のチャンネルではですね、90年代のカルチャー裏原宿のファッションの動画もたくさん上げておりますので、まだ見てないという方はね、ぜひね、見ていただいて、もういいなと思ったらね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そんな感じで今日も早速やっていきたいと思うんですけれども、今日のね、動画を初めてご覧になっていただいている方もね、いらっしゃると思いますので、そういった方のために少しだけ説明させてください。こんな感じのね、雑誌の連載ページなんですよ。では行きます。スーパーナチュラルマガジンとは、雑誌クールトランスで1995年10月から1996年10月の1年間のみ掲載されていた、藤原博さんの HFA あり、国内外のクリエイターコーナーあり、そしてなんとレアものだらけの市場オークションまであったという、お宝てんこ盛り全13回伝説の連載ページであると。そんな感じなんですよ。要はですね、藤原博さんのめちゃめちゃかっこいい連載ページということなんですけれども、全部でね13回あるので、それを全部一気に見せちゃうとものすごい長尺動画になっちゃって皆さんに迷惑かけちゃいますので、3回に分けました。ボリューム 1,2,3 に分けました。で、もうすでに1回目と2回目は公開済みなんですね。今こちらにサムネ出していただいてると思うんですけれども、まだね見てないっていう方は、今日初めてねこのスーパーナチュラルマガジンなんだっつってサムネ気になってね動画まで来ていただいた方、本当にありがとうございます。ぜひですね、この1回目と2回目も合わせてご覧になっていただけたら、よりね、この世界観伝わるし、このね、藤原さんのかっこよさがね、お伝えできるかと思います。では今日第3回目、今日でね、このスーパーナチュラルマガジンを紹介するシリーズ動画は最後となるんですけれども、紹介していきたいと思います。1996年6月、7月、8月、9月、10月号。クールトランスさん引用させていただきます。5回分ですね、今日やっていきたいと思います。まずは雑誌クールトランスさんの1996年の6月号に掲載されましたスーパーナチュラルマガジンボリューム5でございます。この藤原博さんの表紙がねかっこいいんですよね。この当時藤原さんが気に入ってたこのグッドイナフのケーブルニットのジップアップパーカー、そしてこのねニットパンツオールスターの白、それからこのケーブルニットと同じ素材のニット帽、まさにですよね。こういうカジュアルなアイテムに伝統的なねこういうニットの柄とかを落とし込んでかっこいいんだっていうことを、やっぱり藤原さんからすごく教わったなってこれ見て改めて思いますね。でね、注目すべきはこの中から見えてるオレンジの袖口なんですよ。これですね、多分ですよ、多分なんですけれども、エレクトリックコテージっていう藤原さんのブランドのロンティーなんですよ。これ全部身頃も袖も白なんですけど、袖口のリブだけ色が違うっていうめちゃめちゃかっこいいロンティーあったんですよ。多分それをお召しになってると思います。これなぁ、なかなか出てこないんだよな、欲しいけど。めっちゃかっこいいですよね。このね、ボディの部分とか袖とか全部白で、ここだけね、リブだけ、袖口のリブだけオレンジなんですよ。これ俺のブランドで作ろうかな。そんなぐらいめちゃめちゃもう表紙からしてめちゃくちゃかっこいい。では次のページ、こちらはですね藤原さんのロンドンのお友達がやってらっしゃったロンドンコーリングっていうコーナーで、もうビジュアルが全てみたいな感じで、全部英語なんでね、でもかっこいいな。なんかこういうビジュアルもなんか何がかっこいいんだっていうことを、なんかこういうところからすごく僕らその当時キャッチしてたのかなって思いますね。続いてのページ来ました。 HFA 広志藤原アジャストメントでございます。このねニットパンツ、さっきのと色違いですね。黒のニットパンツにこのね裾のねリブの一本ライン、このリブの一本ラインってこれまでなかったんですよ。もちろん古着のねスウェットとかスタジャンとかスポーツウェア系には2本ラインが入っているっていうリブはありますよね。皆さん見たことありますよね。ただ1本っていうのは、俺藤原さんが一番最初に
思いついてやったと思う。だってないもん古着とかじゃ。でもね、グッドイナフとかエレクトリックコテージ、藤原さんのブランドではこれが定番だったんですよ。かっけ、いろんなアイテムあるんですよこれ。この一本ライン、もうね本当に感服いたします。尊敬してます。いつかね藤原博さんとね一緒にねお仕事とかさせてもらえたら、もう俺それでもういいかなっていうぐらい尊敬してます。でこのすごいカジュアルなストリートなアイテムで、スニーカーもこのハイテクなアイテムにこの当時藤原さんはハマってらっしゃいまして、ただしですよ、この横に乗ってるこのレザーのカバン、これはフェイマスっていうブランドのものなんですけれども、なんかこのゴローズさんを彷彿とさせるようなこのちょっとアナログ感のあるスウェードのバッグ、こういうのを合わせるんですよ。もうもちろん色もこの黒のコーディネートに白のバッグみたいな反対色だし、アイテム的にもこういうハイテクスニーカーとこういうオーセンティックな、こういうアナログテイストなバッグを合わせていく、こういうミックス感、これも僕は藤原博さんから教わりました。本当に今日ね、本当藤原博さんに対するリスペクトをひたすら言う回にしようかな。そしたら本当にそのぐらい尊敬してますし、いろんなことを教えていただいて感謝しております。それがね今僕の人生においても、それから自分のクリエーションにもすごく役立っているので、なんでね恩返しとしてこういう紹介させていただいております。では次のページ、これかっこいいでしょ。突然 HFA テクノロジーっていうのが始まりまして、藤原さんがその当時購入されたメルセデスベンツ製のめちゃめちゃかっこいいシルバーのチャリンコですね、自転車と、このキャノンのカメラを紹介してるんですよ。こういうなんかガジェット系も藤原さんって一番先端行ってましたね。ほんとすげえな、見れば見るほどすごいんだよな。そしてこのお友達のブランドのねバナーがね定番でここに載っております。続きましてのページは、こっち側はサブカルのページで、こっちはねラストコージ高木寛さんとのページですね。そう、藤原博さんと高木寛さんと、あとデッツ松田さんで今度ね本ね出されるらしいんですよ。90年代になる前の70年代80年代のなんかそういったカルチャーをまとめたね書籍、クラウドファウンディングでね発売されるみたいですね。ぜひ皆さんね買いましょう。僕もね買おうと思っております。市場オークションですね、ブーティーズっていう。いやこれ見てくださいよ皆さん、このワールズエンドとかに、このワールズエンドとかもあり、こういうガジェットポラロイドもあり、ナイキのヴィンテージのスニーカーあり、リーバイスのデニムあり、そしてグッドイナフのアーカイブあり、このミクスチャー感ですよ。これなんですよ、これが藤原博さんの真骨頂だと僕は思います。そして次のページのブーティーズがねもう大注目です。これでございます。やっば、 AFFA の MA1 とアンダーカバーの超激レアコーチジャケット、昔のね超激レアコーチジャケット、この何回か前のブーティーズでこれね一回売れちゃったんですけど、このブーティーズっていうのはオークションですからね、市場オークションだけど、なんか金銭的トラブルにより戻ってきた。一体何があったんだろう。いやーかっこいいな、もうこの2つはもう僕も AFFA1 の MA1 を手に入れることと、このねアンダーカバーさんのこれは本当にスタッフさん用のジャケットなんで、会場限定なんで市場に出てないんで売られてないものなんで、こういうねアイテムをいつか手に入れたいなーっていうのがもう夢ですね。まだねこれ30年前の連載ですよ。30年経ってまだねアキラさんに夢を見させ続けてくださる、本当に感謝&尊敬しております。でこれはその当時のディーラーさんのバナーですね。電話番号だけ載ってるの分かります？これだったんですよ。本当にこの当時携帯電話ないし SNS ないし YouTube さんないんですよ。と電話だけだったんですよ。藤原さんたちがかっこいい商品を紹介するたんびに、みんなここにね毎回電話して、もう全国どこにあるかも分かんないですよねでもひたすら電話してして下押して自分の欲しいやつをゲットする、まあ、そんな時代だったんですよね。まあ本当にアナログだけどいい時代だったなというふうにしみじみ思います。
そして続いてのページはヘクティックのスタッフさん、まあ、ヨッピーさんたちでやられてたドドドラブリーっていうコーナーなんですけれども、このコーナーねめっちゃ面白いんですよ。なんかすごいポップさがあって呼び応えがあって、見てください、このなんかキャプテンクランチがやたらいっぱい突然総柄でここに登場したり、むちゃくちゃ面白いんですよ。これはぜひフルオンとかでこれ手に入れて、クールトランスさんですからね、読んでほしいな。なんかすごい微笑ましい、とってもなんかあったかみのある、なんか楽しそうに皆さんがやってらっしゃるのが感じ取れて、僕はねこのドドドラブリー大好きなんですよ。そして最後、格闘技のコラムがあって終了でございます。続きましてどんどんいきますね。次がですね、ナンバー5と2分の1でございます。ちょっとすいませんね、光っちゃって。あ、大丈夫ですよ、こんな感じ。うおー超ポップ、もうザ・ミッドセンチュリーっていう感じの、このもうページのビジュアルがかっこいいですよね。このポップな家具の中に全身黒コーデの藤原さんとデッツ松田さんがいらっしゃると。これさっきとの対比ですね。黒のニットのジップアップパーカーで、同じケーブル編みのニット帽、そこにこのブロックチェックのショートパンツに黒のレッドウィングのレザーですね。さっきのあの白ベージュ系のコーデと一転して、こっちは真っ黒、しかもこのポップの中にいるから映える。もうねこれ計算され尽くしてたんだと思いますよ、本当に。なんか藤原さんって本当にファッション業界一、まあ、ファッション業界だけの方ではもちろんないんですけれども、なんかすっごくクレバーっていうか、頭が本当にいいんだろうなって思いますね。じゃないとこんな成功できないですよね。これはですね、この当時ね藤原さんたちが気に入ってた中目黒のオーガニックデザイン、今でもあるのかなっていう、ミッドセンチュリーを扱うね家具屋さんで撮ってます。めちゃくちゃかっこいいですよね。それに伴いこの HFA ではミッドセンチュリーのね、いろんな、これもまあガジェットっちゃガジェットですよね、これを紹介している、まあ、好きだったんでしょうね。今でも藤原さんって結構最新のハイテクのねガジェット得意で、例えばなんかラップトップをどっかとコラボして作ったりとかなされてますよね。いやすごいな、この振り幅ですよ。でこっちのページ見てくださいよ、これ突然ナイキのこれチームコンベンションっていうモデルなんですよ。ダンクでもターミネーターでもなんでもないんですよ。一番なんか2っていうか超アナログな、こんなスニーカー紹介して MA1 でしょ、しかもこれを DIY して作ってる AFFA のサンプル品でしょ、この振り幅なんですよ。ミックス感と振り幅、これなのかな。皆様ここまでありがとうございます。スーパーナチュラルマガジンめちゃめちゃ面白いでしょ、もうね最高なんですよ。ではボリューム6ですね。これですね、この藤原さんが当時可愛がってた飼ってたワンちゃんが表紙で、もう犬モチーフは結構ねグッドイノフさんとかでもよく出てきますね。でこの広告ページ、藤原さんがステューシーとコラボしてこれ、ね、サングラス出したんでこれ載ってます。でね、なんかロンドンコーリングっていうコーナーいきなり終わっちゃってなくなっちゃって、これは藤原さんと村淳さんがやってたメローマッドネスっていう、メローの曲ばっかりかけるクラブイベントでよくかけてるよっていうこのレコード、これもですよ、やっぱりファッションと音楽が、まあ、すごく密なんだなっていうことを、まあ、僕たちにそれこそ本当に教えてくれた、もう何回もしつこいですけど、僕はもう藤原さんのことはもう先生だと思ってるんで、師匠です、師匠だと思ってるんで、ありがとうございます。続いてのページ、こちらですね。おー HFA かっこいい、もうスニーカー特集なんですよ、急にかよ、本当にめちゃくちゃかっこいいっす。見てくださいよ、未だに流行ってるものですよ、フットスケープに、これねエアジョーダンの11ですね。11も藤原さんが選ぶとこれとこれなんだよな。でこの藤原宏さんですよ、なんかこの力の抜け感素晴らしいですよね。本当はこの文章とかも全部皆さんにお見せしたり、読めないですもんね、ちっちゃくてね、読んだりしたいんですけど、本当にものすごい長い動画になっちゃって申し訳ないので割愛ね、あえてしてます。本当心苦しいんですけれども、まあ、皆さんがぜひねこのクルトランスさんをフルファンとかで探して、このねスーパーナチュラルマガジンの実物を見て
読んだりする感動までも僕はそぎたいとは思っていないので、触りだけで申し訳ないんですけどね、こんな感じでございます。次のページ、なんかもうビジュアルがかっこいい、渋い、またガジェットですよ、 HFA テクノロジー、この BOSE のスピーカー、これも日本で最初に紹介したの藤原さんだったと思う。みんなこれ買ったんすよ。俺も買ったかな、いや俺は買ってない、クダで買えるか分からなかったから。でも僕の兄貴が買ったような気するな、いや違う、勘違いかな、一旦お店に置いてあったのかな、すいません、記憶がね30年前ですからね。そしてこのいつものバナーがかっこいいですよね、クールなバナーがありまして、ここなんです注目、これ見てほしいの皆さん、これ僕が今一番欲しいブーツです。これは出てこないんですよ。この当時ね、96年当時に出てた、これコムデギャルソンのブーツなんですよ。まあこれね、藤原さんも紹介してましたし、履いてらっしゃいましたし、あとね、他のストリートのキッズたちもみんな履いてて、でも僕これ持ってなくて、いまだに憧れてる。こないだの動画でも同じこと言ったかな。あれ違う動画だったかな。もう、これ探しても出てこないので、僕今ねニュートラルバズリアクションっていう自分のブランドを2月に立ち上げたんですよ。なのでそのブランドでこれ作ります。もう見つからないんで、もう作るしかないんで、まあ30年前のデザインだから、まあ、コンプラも大丈夫だと思うので、まあ全く同じじゃないかもしれないですけどね、多少変えて、でも基本的に作ります。今年中にちょっと靴を作ってくださる業者さんがこの間ちょっとこう顔つなぎさせていただいたので、どうだろう、でもまあロットとかねありますし、で僕のブランドのその今のパワーっていうのもあるんで、皆さんどうか買ってください。皆さんのお力添えがあれば、このめちゃくちゃかっこいいブーツ勝手にね復刻させることができると思いますので、よろしくお願いいたします。では次のページ、ラスト工事でございます。さっきも言いましたが、高木寛さんと藤原宏さんの本、みんなで買いましょうね。そしてこのサブカルのページがありまして、ここもねすいませんね、さらっと言って割愛しちゃってて申し訳ないんですけど、ぜひね手に入れて読んでいただけたら、もうその当時のね空気感が感じ取れると思います。そしてこの今回のブーティーズめちゃめちゃやばいですよ。すごいすごいラインナップですよ、これ奇跡のラインナップですよ、見てくださいこれ。まあさっき言いましたが、チームコンベンションありまして、この AFFA の MA1 は完全なサンプル品ですよ。なんで藤原さんとジョニオさんがこれ練習したのかな、これはすごいよ、これ歴史的一品ですよ。でこっちはヴィンテージのねフライトジャケット、この下です、注目してましたよこれ皆さん。 AFFA は MA1 だけじゃなくてアナーキー T シャツっていうのもあるんですよ。ポロラルフローレン、ラルフローレンの T シャツをベースにこのアナーキーデザインで T シャツ存在するんです。でも誰も持ってませんこれはもう本当にその裏原系のカリスマさんたちとお知り合いになって、頼み込んで譲っていただくとか、そういうことをしないと手に入らないんじゃないかな。でもいつかね僕もね手に入れたいと思っております。ここからヴィンテージ品ですね。ヴィンテージもやばいんですよ、ショットのワンスターがあったり、この雪柄のスウェットあったり、そしてまたこれが AFFA のこれサンプル品のシャツなんですよ。これは商品化されてないですね、サンプルだけなんですよ。うわー半端ないっす。次もすごいっすよ、赤の AFFA のパンツ、このなんかお尻に思いっきり上からなんか無理くりステンシルしちゃう感じ、これ今度僕のブランドでちょっと真似させていただきましたねそれからこのスーパースターの黒白オリジナル、欲しい。まあでもね、最近もねスーパースタービーガンっていう素晴らしいスニーカーが僕の動画でもね紹介してますけれども、ありますのでね、そっちでねいいかなと思います。でまたこのね各お友達のお店だったりティーラーさんのこのバナーがあって、この一つ一つのデザインも本当にかっこいいので、皆さんぜひね手に取って見ていただけたらと思います。そしてドドドラブリー、面白いでしょこれ。
スケボーの歴史なの、急に急にあんなポップだったのに急にスケボーの歴史を真面目にめちゃめちゃちゃんとまとめるという。本当にこの人たち俺好きなんですよ。このノリでやっぱり生きていけたり仕事したりクリエーションできたら、まあ、最高だと思います。そしていつもの格闘技のコーナーがありまして、次ですね、6と2分の1こちらでございます。どんどんいきます。これですよ、このオレンジと黄色の配色感に黒を刺していく、こういうなんだろう、色使いとか、まあ、カラーコーディネートってやつですかね。僕はもう本当に自分のカラーコーディネート的なそういう配色の発想だったりイマジネーションだったりっていうのはもう全て90年代のカルチャー、浦原宿ファッション、藤原宏さん、ジョニオさん、二号さん、他のね、いろんな素晴らしいかっこいいカリスマの方たちから教わりました。僕の全てです、それが。今日見てください、このグッドイナフのこのね、ライダースもコットンライダース、こんな配色の服、水色、エンジ、アイボリー、こんな配色なかったんすよ。これがかっこいいんだって、本当に教わりましたね。何回もしつこく言います、本当に師匠、本当にありがとうございます、尊敬しております。こんな感じでページがあります。でこっちはですね、デッツさんのね、もうがっつりもうテキストコーナーですね。次が結構ね感動レベルなんですよ。この感じ、この HFA めっちゃ綺麗じゃないですか。なんだろう、こんなんでここにこの犬の写真を置いたんだろう、このセンス。そしてこのね、コジックさんが、フランク・コジックさんですね、アーティストの来日するということで、コジックさんのね作品を藤原さんとねお友達だったんでいっぱい紹介されてるんですよ。私のね、アキラさんのアトリエにもありますよ、これコジックさんのグッドイナフっていうこれ作品なんですよ。マルクスのね、シルクスクリーン、いやー実物ですよ。もうね、裸でね飾ってます僕は。もうね、リアルが大事なんでね。いやこれですよ。そして注目すべきはこっちのページなんですよ。コジックさんもね、もうかっこいいのね、みんなね、あのご存知だと思うんですね。これ何かっていうと2号さんですよ。2号さんが96年にエイプさんの初めての展示会をねやられたんですよ。その時の模様がびっしりこう感想が書かれてて、その時のプロダクツが載ってて、これはそのむちゃくちゃイケてる、もうイケすぎてる、もう世界一ぐらいかっこいい、これインビテーションなんですよ。それを載せてて、藤原さんが二号さんのことをとっても褒めてるんですよ、このテキストの中で。もうそれが俺なんかすごくハートフルで、藤原宏さんと二号さんっていうのはまあ、言い方ですけど師弟関係じゃないですか、本当にね。なのでやっぱりそういうちゃんとそういう自分の下の世代の人間を引っ張り上げてピックアップして、そして育てて、そして褒める、まあ、褒めて伸ばす、いや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 、マネージメントまでも藤原さんから教わってるんだな。いや本当に感服いたします。皆様、藤原宏さんのね、この90年代、96年の、もう本当に伝説の連載ページ、ウルトランさん引用させていただいております。スーパーナチュラルマガジン、私のね、研究発表のシリーズ動画、3本撮りました。そのオーラスでございます。最後の1996年の10月号、スーパーナチュラルマガジン、ボリューム7、表紙がこれでございます。この白、グレー、ベージュのこの感じなんですよ。この白とかベージュとかグレーってやっぱりちょっとオーセンティックで、なんだろう、伝統的なカラーじゃないですか。で、ちょっとおとなしいじゃないですか。この当時って結構原色とかも結構流行ってたんですよ。もちろんグッドイナフでも、まあ、これそうなんですけどね。オレンジと赤の配色のボーダーとか、超派手なやつもあったにもかかわらず、こういうニュートラルカラーみたいなのを着こなす、こういうのが本当に一番おしゃれなんだよっていうのは、また藤原さんから教わってしまいましたね。本当に僕の大先生ですね。じゃあいきます。こんな感じですね。ロンドンコーリング復活しました。
藤原さんのロンドンのお友達のページ、ここですね。でもね、まあ、英語なんでね、触りだけ行きはしていただきまして、次がですね HFA です、広志藤原アジャストメンツ。もう思いっきりこの当時藤原さんが一番気に入ってたこのマスター、アディダスのマスターをフューチャーして、この下にねさっきのコジクさんの来日の記事がありまして、その他ね、まあ、ヘルムとラングだったり藤原さんがね当時気に入ってたアイテムが紹介されてます。そして注目、もう一番注目、この下のこのバナー見てください、これです。ジョニオさんのグラフィック、アンダーカバーさんのこのオールスタータイプのスニーカーのバナーなんですよ。やばくないですか、このスニーカーは。本当に、90年代カルチャーで名作のプロダクトたくさんあるけれども、いやスニーカーの中だったらトップじゃない。僕もこれ全部コンプリートしたいなと思っております。もちろんアンダーカバーさんのオリジナル以外にエレクトリックコテージさんとのダブルネームとかコラボのやつもあるんで、もう集め出したらきりないんですけれども、このオールスタータイプのスニーカーのビジュアルがこんな感じで表現されたのって俺これだけだと思う。他で見たことないもん。なんでこれめっちゃ貴重なんですよ。これはもう本当に永久保存版のバナーですね。なんでもう超アップで、もう超拡大で皆さんに見ていただきますね。もうこれをなんかスクショしてほしいぐらいですね。そのぐらいかっこいい。そしてこっちのページ。もう、ザ・ミッド・センチュリー。なんかこの、なんだろう。90年代のカルチャーと、この50年代とかのミッド・センチュリーですよね。家具ってなんでこんなにシンクロしたんだろう。なんだろう、なんか、ま、縁なのかな。こういうの縁って言うんでしょうね。いやー、これもまた藤原さんはじめ2号さん、ジョニオさんから僕らはね教わったんでね、このミッドセンチュリーのね家具だったり、このかっこよさ、イームズもハーマンミラーもみんな教わったんですよ。なんだろう、すげえな本当。そしてこれです、 HFA テクノロジー。これ何か分かりますこれ皆さん。バング&オルフセンですよ、B&O ですよ。これも藤原さんが最初じゃない。みんなこれ最初見た時これ何ってかっこよ。でも絶対買えない、これ多分本当にすごい金額するんですよ。なんで誰も買えなかったんですけど、その藤原さん系のね、あのノーベア系ですよ、通称のお店屋さんとか行ったら置いてあったりして、もうひたすら眺めてましたね。なんじゃこれかっこいいなみたいな、こよみたいな。ここなんですよ、さっきから何か言ってますけれども、ミックス感、それから振り幅なんですよね。このバナーがあってラストコーチね、しつこいですけどね、本買いましょう。でこのサブカルのコーナー、そしてブーティーズファイナル。そう、これファイナルなんで、全てのねこの商品が今まで市場でオークションにかかった商品が載ってるんですよ。これ見ても本当に皆さん思いますでしょ、この歴史的価値。70年代、80年代、90年代が全てここに詰まってるんですよ。ビビアンあり、セディショナリーズあり、フライトジャケットあり、グッドイナフあり、 AFFA あり、ヴィンテージのねデニムあり、ナイキのスニーカーあり、でおもちゃとかギターとか、もうなんだろうこれ。うおー、すごいっす、もうすごいとしか言いようがないです。これだけのことをこうやって、ここもありますし、このバナーもかっこいいし、やっぱりこの90年代のカルチャー、裏原宿のファッション、藤原さんたちが構築して確立したこのカルチャーの一番のこの功績というかですね、まあ、すごかった。なぜそんなにも若者たちの心をわしづかみにしたのか、僕はこれを見て何を思うかっていうと、まあ今のね、今のこういうあの SNS とかインターネットとかウェブとかマーケティングの言葉でよく有益情報とか言いますよね。有料級の情報みたいな言葉ありますよね。で、そういう、まあ、有益な、超有益な有料級の情報を無償で提供することが一番いいんだみたいなこと聞いたことあると思うんですよね。これですよ。それがこれなんですよ。
あのクールトランスさんの雑誌は何百円かしましたよ。しましたけれども、このスーパーナチュラルマガジンで別に藤原さんたちは何か収益を上げてたわけでもなく、雑誌に連載を掲載していただけじゃないですか。で、僕らは雑誌さえ何百円かで買えばほぼただの、ただ同然でこんな情報を手に入れることができたんですよ。かっこいい90年代の最新の藤原さんたちが作ってるクリエーション、そのプロダクツ、藤原さんたちが通ってきた70年代80年代のカルチャーのかっこよさだったり、そのプロダクツだったりで、最新のこういうガジェットまで本当にもう横も縦も上も下も奥行きも全部あるような、そんな超双方向型のカルチャー情報発信をしてくださってたんですよ。そらね、みんなそら好きになりますよ、見ますよ、ハマりますよ、心をわしづかみにされて熱狂しますよ、まあ、そういうことだったんだと思います。本当に皆様最後までねご覧になっていただきましてありがとうございます。なんか最後ねちょっと熱苦しいね変なビジネス論みたいになっちゃって申し訳なかったんですけれども、うん、藤原宏さんはじめ浦原宿のカリスマさんたち、90年代のカルチャー、浦原宿のファッションから僕は本当にたくさんのことを学ばせていただいて、そして今自分の人生だったりにもクリエーションだったりにも全部生かすことができていて、自分もこうやってハッピーに YouTube を通して皆様とねこのかっこよさを共有できたりしている、もう本当に感謝しかないです。本当に先生本当に先生、もう先生方、諸先輩方、本当にありがとうございます。そんな感じで本日の動画以上となります。ありがとうございます。それでは皆様また次の動画でもお会いできたらめちゃめちゃ嬉しいです。ではまた。